マテオ・ムサッキオは、アルゼンチンのサリオ出身のサッカー選手。セリエ ASS ラツィオ所属。ポジションはディフェンダー。洞察力と機動性に優れ、ボディコンタクトも強い。16歳の時に CAA リーベルプレートからデビューし、2006から07シーズンは4試合に出場した。2008後期リーグを制したが、出場機会はなかった。2009年8月31日、リーガ・エスパニョーラのビジャレアル CF と5年契約を結んだ。2009から10シーズンは、ビジャレアル CFB に登録されて、セグンダ・ディビシオンの試合に出場していたが、ビジャレアル B で指導を受けた、フアン・カルロス・ガリード監督が、トップチームの監督に就任すると、2010年2月13日、アスレティック・ビルバオ戦で途中出場して、トップチームデビューした。2月25日には、UEFA ヨーロッパリーグの VfL ボルフスブルク戦に出場して、欧州カップ戦デビューし、5月4日の UD アルメリア戦では、プリメイラ初の退場処分を経験した。2009から10シーズン後半戦は、トップチームとビジャレアル B を行き来し、ビジャレアル B で、リーグ戦22試合出場3得点、トップチームでリーグ戦7試合出場を記録した。2016から17シーズン後の2017年5月30日、AC ミランに移籍した。2020年1月頃から足首の炎症に苦しんでおり、その痛みを取り除くために6月頃に左足首の鍵穴手術を行い、長期離脱となった。2021年1月27日、SS ラツィオへ2023年6月30日までの2年半契約で完全移籍した。2006年から2007年にかけて、アルゼンチン U-17 代表として15試合に出場した。2007年の南米 U-17 選手権では3位となり、その結果出場したFIFA U-17 ワールドカップでは、アルゼンチンの全5試合に出場したが、準々決勝で U-17 ナイジェリア代表に0-2で敗れた。アルゼンチン U-20 代表にも選出されたが、2009年の南米ユース選手権には出場しなかった。2011年5月、セルヒオ・バティスタ監督によってアルゼンチン代表に初招集された。6月1日のナイジェリアとの親善試合に出場したアルゼンチン代表は実質的に B チームだったが64分にエセキエル・ガライとの交代で途中出場してデビューを果たした。アルゼンチン出身であるが父方の祖父母がイタリアのアルバニア系少数民族アルブレッシュであり、姓はイタリア読みのムサッキオとなる。国際Aマッチ6試合0得点。ありがとうございます。